はい、本日はですね、どうしても皆さんに見ていただきたい内容がありますので、今回動画を撮っていきたいなと思います。で、今回お話しする内容はですね、いつもはだいたい寝癖のお話とか、あとまあ服のお話とかっていうのがメインのチャンネルとして運営させていただいてはいてるんですけども、まあ、今回に関してはちょっとコロナウイルスの影響で皆さんそれぞれ大変やと思うんですけど、どうしても見ていただきたいっていう内容がありますので、それを最後まで見ていただければなというふうに思います。早速お話しする内容がですね、そのコロナウイルスによって、まあ、それぞれ影響が皆さんあるとは思うんですけども、まあ、僕がもともと勤めていた学校現場っていうのでも結構影響が出てるようで、それこそ休校になって子どもたちが家で待機したりとか、最近では事業所とかあと託児所っていうのもどんどん閉鎖されていてですね、一応5月のゴールデンウィーク明けまでは休校対応っていうことになってはいてるんですけども、まあ、それ以上もまだ不透明という中で、まあ、保護者の方もそうやと思うんですけど、子どもたちもなかなか学習する機会っていうのがなくなっててですね、まあ、何をさせたらいいかわからないっていう方も結構いらっしゃると思うんですけど、まあ、僕の教員時代の同僚の先生がですね、そういう方に向けて何かできひんかっていうことで、いろいろこう自分で自費でホームページ立ち上げたりとか、あと教材とかをどんどん自分の教材で出したりとかしててですね、まあ、今回そのホームページ要は子どもたちが見れる教材っていうのはですね、もう無料で公開してるので、まあ、とにかく家で何していいかが分からへんっていう子がいたりとか、あと保護者の方も何させていいか分からへんっていう方がいらっしゃれば、そのページを見てもらったりとか、そういうことやってんねやっていうのを知ってもらいたいなというふうに思って、まあ、今回動画を撮ってるっていう感じになってるんですが、まあ、僕自身はですね、別に教員時代にそんな一生懸命やってたわけじゃなくて、本当に定時になったら帰るっていうような真面目な先生ではなかったんですけど、まあ、真面目な先生で一生懸命やってる先生っていうのも中にはいてらっしゃるので、まあ、そういう先生の取り組みを少しでも一人の方にでも、まあ、ご協力いただきたいなと思って今回緊急で動画を撮ってるっていう感じにはなってるんですが、やはり少人数でやってるっていうのもあって、教材がまだまだこれから未完成っていう状態なので、まあ、皆さんにご協力していただきたいっていうのは、もし仮にこの見ていただいてる方で教員の方がいらっしゃったら、ご自身の教材っていうのを提供していただきたいっていうのがまず一つ目のお願いで、教材を送っていただくところは僕の G メールを出してるんですが、僕はほんまに教材受け取るだけでその先生に流すんですけど、まあその先生は一応公務員なので名前も出せないですし、どこの県で働いてるとかっていうのも言えないんですけども、一切広告とか出さずに自費で運営して無料で皆さんに見てもらってるっていう感じになってるので、まあ、一人でも多くの方に使っていただいたりとか、一人でも多くの先生に教材を提供していただきたいっていうことになってるので、まず一つ目がそれで、二つ目のお願いっていうのが、ウェブ関係に詳しい方っていうのが、もしこれを見ていただいていれば、ここのデザイン見にくいからちょっと変えた方がいいよとかアドバイスいただければ嬉しいので、それも僕のメールアドレス宛てにご連絡いただければ嬉しいかなと思いますし、で3つ目っていうのが、まあ、教員でもウェブ関係でもないっていう方がいらっしゃれば、これをできるだけ多くの方に拡散していただきたいっていうのが僕からのお願いっていうことになっててですね、まあ、子供がいてる保護者の方とか、あと親戚で子供がいてるっていう方がいらっしゃれば、そういう方にこんなとこに教材あるでとかっていうのを伝えていただければ嬉しいかなというふうに思います。まあ、ちなみにですね、一応その先生っていうのが障害のある学校の先生なので、まあ、学習の難易度っていうか、まあ、そういうのは小学校レベルとかが多いんですけども、まあ、中学校高校レベルの学習をしたい方とかであればですね、まあ、学校の先生たちが多く使ってるプリントの無料のプリントのウェブサイトっていうのがあるので、まあ、それをもうご紹介させていただきたいなと思うんですけども、プリントキッズっていう教材があるんですけど、まあ、それであれば結構教材が整ってたりとかしますし、無料でそんなんは見れたりとか問題も解くことができるので、まあ、家にいてて何を勉強していいかがわからへんとか、あとまあお金出して教材を買うっていうのではなくて、別にホームページで調べれば無料でそういう問題とかがいくらでも解けるので、まあ、そういうのを役立ててもらって、この家にいてる期間に活用していただければなというふうに思います。まあ、なのでそのホームページに関しても、この休校の決断が出てから1週間前後でまだ作ってまなしっていうことになってるので、まだまだ改良の余地もあると思いますし、まだまだ教材も少ないんですけども、まあ、これはもう見ていただいてる全国の先生から教材をいただいて、まあ、少しでも家にいながら勉強できる環境を作れればなっていうところを、まあ、先生がやってはるので、まあ、僕はそれを紹介してるだけなんですけど、一人でも多くの方に拡散していただければなと思って、まあ、今回動画を、まあ、撮っておりますということになっててですね、拡散していただくのはもうホームページだけを拡散していただいても何でもいいんですけども、とりあえずそういうホームページがあるよっていうことだけ知っていただくだけでも、ただ5月6日まで休校の期間ただ待つだけじゃなくて、何か取り組めるかなと思いますし、もしかしたら休校が5月6日以降に長引いたとしても、どんどん教材が整っていければそこで勉強できたりとか、そこは教材の勉強だけじゃなくて動画
編集、僕が以前出してた動画とかも無料で出してますし、 ICT って言ってパソコンとかタブレットを使った学習方法なんかも取り上げたりしてる熱心な先生なんで、まあ、そういうのを参考にしてもらって、ただの座学だけじゃなくていろんな学習があるんだよっていうのがありますので、まあ、そういうのを紹介されてるので、まあ、今回僕のチャンネルでこれを紹介していきたいなと思って取り上げさせていただきました。まあ、普段は本当にファッションとか、まあ、そういう Vlog 系がメインなのであんまりこういう話はしないんですけども、まあ、僕自身も教員の端くれやったっていう部分もあるので、まあ、少しでもまあお役に立てればなと思って、まあ、今回動画を撮ってますので、まあ、下の動画説明欄にそのホームページを貼ってますので、そのホームページをどんどん拡散していただければ嬉しいかなと思います。そして教員の方とかウェブ関係の方は僕の Gmail の方も下にありますので、まあ、そこに教材の提供していただいたりとかアドバイスいただければ嬉しいかなというふうに思います。はい、ということで、まあ、全国の皆さん見ていただいていると思うんですけど、まあ、一人でも多くの大人の方が手を差し伸べていただければ、まあ、子供らのためになるかちょっとわからないんですけども、まあ、誰かのためにはなると思うので、一人でも多くのご協力をお願いしたいなと思います。はい、ということでですね、まあ、本日はですね、コロナウイルスで日本が大変な中頑張ってる先生がいてるのでご協力いただければというお話になってます。ではまた別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。